ージー富田のモノパチジャパンウェブ。ゲストプレイヤーはこの方々。今回は男性プレイヤー編をお届け。抽選で選ばれた対戦台はこちら。今回のお祭りワッシュ、ものすごくね優秀なスペックだということなので、負けないでしょね、プラスにはできると思います多分さあ、必殺仕事人のお祭りワッショイ、まあもうみんな知ってるよね。スペック一応説明しますけども、大当たり確率が198分の1で、これ ST 機なんですね。なので 100% 突入します、核変状態 ST 状態には。で、高確率状態では71分の1、なので ST は74回転ありますので、まあ早めにかかることが勝利のポイントだよね多分ね。で、昔出た銭形平次っていうね、あの協力さんが出ているんだけども、それとまあ似ているスペックなので、まあ意外と馴染みがあるかなと思います。ただ本当乗るか反るかの勝負というのもですね、実は右打ちにした時のスーパーの割合が 50% あるんですよ。だからその 50% でちゃんとスーパー引けてればね、一気に出玉増えるんですけども、まあスーパー引けてないとずっともうちょろ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 としか増えないので、そういう意味では僕はどっちかというとこれ短時間勝負じゃなくて長時間勝負に向いているんじゃないかなと思うんですよ。スペックは優秀ですからね。今回のルールはご覧の通りとなっています。ああ、これなんか起きないかな。ゼブラ、待ちくたびれたよ。行くよ。いやー、もう一丁。いやー。よし。まあゼブラ出てるからね。いけるでしょ。ね。まあ結構期待高いリーチですもんねこれね。2番目 SP 系だとね、まあいけるでしょう。はあ、よし、よし、4番からまたいつでも来な。あぶねー急に来るよねこの台ね、ほんとね。もう結局剛拳フラッシュもなく、リーチがちょっと強いかなぐらいで当たったって感じだよね。まあそんだけゼブラが最強だってことだわなまあここからが勝負ですよ。ちょっと投資かさんでるんで、まあスーパーの引き次第だねこれね。あ、まあけど全然まくれるよ、十分まくれますよ時間的にも。今回のバトルステージは神奈川県秦野市にありますジャパンニューアルファ東海大前店、小田急東海大学前駅から歩いて3分、
パチンコ240台、スロット105台を設置しています。もうちょ、別に俺の力じゃないっぽいけど、これ ボケーとしてたってこうなるからね。まあとりあえずスルーは免れたと。あぶねだったんだけどもね、なんか先読み演出でもありゃよかったと思うんだけどなかったです。お祭りボーナス、必殺祭りモード継続。まあ一応時短は70回なんですけどね、最後泣きの4回分があるからST74 なのね、これね。で、いやいやいや、そんな説明をしている場合ではないので。また初当たり目指さなきゃいけないんですね。あ、なんか中途半端なパターンだね。出ないんだったら出ないでいいんだけどもね、出るんだったらガーって出てほしいんだけどさ。お、夜になった。夜さっきこれで、これがね、緑かい。もういかん。これは微妙だな。
さっきと同じリーチだね。暑いは暑い方なんだけどな。やっぱ夜背景だね。ね。危なあ。危なあ。これで振り出しに戻ると。うん、お祭りボーナス。理論的にはだよ。2回の当たりは。4ラウンドだったんだから次2回の当たりは16ラウンド引けるはずだ。16ラウンド2回引ければ一気にまくれるんだ。おう、ビヨンって出てきた。いただきました。あと1回、あと1回、うん、あと1回2000玉。やっぱいいよね、こういう意味では夢があるというかさね。たった2回スーパー引けばいいだけだからね。多分抜けるよこれ。終わったな。あー厳しいな。まくれると思ったんだけどな。半分を戻してください。やっぱ70分の1の壁は厚い。うん、タイムアップ終了。時間が来たようです。はい、全然悪くないと思うんだよ。あの収録時間短いから初当たり2回ちゃんと引いてるしね、続けたいんだけどもやめろって言うんですよこやつが。なのではー、泣く泣く終了なんですけども、結果はちょっと見てみてね。結果は来週発表、お楽しみに。最初はグーじゃんけんぽい。負けたらどうすんの。やられたらやり返す、倍返しだ。東海大前店よりせーの、モノパチジャパン。特王パチンコスロットに特化したニュープログラム、モノパチジャパンウェブ。楽しく詳しく分かりやすく、ということで今回はジャパンニューアルファ東海大前店からお送りします。